回は中華ドーナツの開口小の作り方を紹介します。揚げた時に割れ目ができて口を開いて笑ってるように見えることから開口小という名になりました。材料を合わせて揚げるだけなので誰でも簡単に作れます。それでは作っていきましょう。材料を用意します。小麦粉 300g、 砂糖 130g、 ベーキングパウダー小さじ1、卵2個、水 40cc、 ココナッツオイル 40g、 ごま適量です。全部で20個分作れます。材料をすべて大きめの棒に入れ合わせます。油はラードを使うのが普通ですが、今回はココナッツオイルです。ココナッツオイルは健康効果も高く、ラードよりもさっぱりして美味しいです。他にバターやサラダ油などお好みの油でも代用できます。粉っぽさがなくなるまで混ぜていきます。このくらいになるまで混ぜます。台の上にラップを引き棒状にしていきます。ものすごく柔らかいのでラップで包み軽く冷凍庫に入れ固めます。15分くらい冷凍し切りやすい硬さになったら20個に分けます。切り分けたら丸くしてごまをつけます。120度の低温の油で揚げていきます。弱火でじっくり時間をかけて揚げていきます。揚げ始めて5分ぐらいしたら割れていきます。このように口が開いた状態になります。ここから温度を上げてカラッとするように揚げていきます。このぐらいの色になったら油から揚げます。皿に盛り付け完成です。今回は開口小の作り方を紹介しました。中は柔らかで表面がカリッとした食感でごまの香りが食欲をそそります。おやつに食べれば笑顔になるのは間違いなしです。よかったら作ってみてください。このチャンネルではこれから中華料理を始める方や趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や料理をできる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。
それではまた次回よろしくお願いします。